皆さんおはようございます。今カメラを回してるんですけど、京都駅に森脇ついております。今日はなんでカメラを回してるかというと、ちょっと平川忠明さんの引退試合に参加させてもらうために、その森脇亮太の1日密着をちょっと撮っていきたいなと思ってます。京都駅からこれから東京に向かいたいなと思います。皆さん、いい動画を撮りたいなと思ってるので楽しみに見てください。よろしくお願いします。行ってきます。暑いなー。お、涼介くん、おはようございます。おはようございます。お、スタースターじゃないっすよ。スターじゃないっすよ。無事に着きましたよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。涼介とここで合流ね。はい、ちょっとじゃあこれから行きましょうか。駒場に向かいますか。早速 ね、ちょっと気合もうなんか ねめっちゃね、そわそわしてたよ俺。いつもしてますよ。いつもしてんの。そうそう、うん、なんか気にあたふたしてんの。ちょっと言葉悪いなそれ。そっか、なんかめちゃくちゃ緊張しててさ、新幹線2時間ぐらい乗ってたんだけど、ちょっとね、落ち着かなかった。いつもだよ。あ、いつもが落ち着かないんですか。まあまあ行こう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 。はい、じゃあレッツゴー。怒られてるよ。鼻血出るじゃん、これだから入ってサインの今しっかり抗原検査で鼻の中ピヨー、もうこれえ超怒られめっちゃ、もうね、入った瞬間にめっちゃ怒られた。何やってんのとか言って、で抗原検査2回もやってしまったし、もうたまらん。もう先行き不安ですわ。そう、今日は通知ってくれるんですか。え、大ちゃん、名前忘れた。大ちゃん、しっかりサインしよう。ここ全カットです。ちょっとだけ入れて、大ちゃん。ちょっとだけ。大ちゃん、しっかりトレーニングしてきた。ちょっとまだまだ、あれやろ。もう。森脇さんも YouTube の撮影してるって。そうなんですよ。あの森脇の誘ってんじゃって意味がちょっとあの那須大輔さんのチャンネルでちょっと紹介してもらいたいなと思います。お願いします皆さん。ちなみに今日はどんな企画をやられてるんですか。はい、今日はね、もう正直ノープランできました。本当、森脇亮太の番組はいつもノープランで、その時の思いつきでやるんで、る今日本当ノープランです。じゃあ森脇さんのチャンネルもぜひ、はい、ぜひよろしく。那須さんはどういう今日の企画なんですか。それ聞いたら全部丸パクリしようかなと。那須さん、今日はどんなプランですか。今日はどんな企画なんですか。ノープランです。大丈夫、ノープランです。
そうだから大ちゃんが隠れキャラみたいな感じでさらっとレジェンドが出てくるので皆さん楽しみにしてください。企画かぶりですか。企画かぶりかぶっちゃう。かぶっちゃう。かぶせていきましょう。それはだ。それはだ。チュンくん、チュンくんお疲れ様です。チュンくん誘っていただいて、あれチューン君も忘れちゃったかな、森明さんの名前よくね、みんな忘れちゃう。あら、思い出したかな、忘れてるみたい。ヘンジ違う、森脇違う。ごめん、ごめん、うん、マラソンランナーね、ケンジ。どクリクリパンなんだよ。これはね、遊んでこんな感じになった。肉違いじゃない。やばい、肉違い。書いてもらおうかな、そっちの方がね。チューン君、書いてもらっていいですか。違うの毎日会ってるから俺らいいから。かっこいい、もうおー、ムートーン。ミーコで回ってるカメラ、ムートーン元気だ。旬のムートーン。旬ではないね。旬さん、まだじゃあ、さすがつきゃエムート練習してきた。いや、まだ練習始まってないです。あ、そう、明日から。明日からじゃあ交流、はい、完璧に明日から。いいね、旬のムートーンさんですよ。早く馴染むやり方教えてください。難しいです。とにかく乗りだってういっすあ、こっちの方が重要な。あ、ちょっと待って、まあいいや、武藤のちょっと後ろ姿を。これ逆に貴重だよ。ちょっといいね、お互い取り合うかもしれない。入れてくれな、すぐっぽいわ。あの、ちなみに今日はメインは平川さん。そうなんですよ。あなたね、マジ楽しいわ。みんなに会えるのがいいね。そこまで見てるけど、はい、登場ですよ。柏木さんがしっかり検査をして、もっと突っ込んでよ、しっかりグリ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 やってよ。鼻側両方ね、両方の。すごい、裏はレジェンドチームの今日のスターティングフォーメーション。前半はこのメンバー、すーげー豪華だこれ。キーパー西川さん、真ん中スリーバックの真ん中に。ちょっと黙ってます。あ、すいません、すいません、すいません、ちょっとうるさいです。すいません、すいません、ちょっと正面で取り合いと、取り合いと。いや、このメンバーはすごすぎる、本当に。真ん中トゥーリオさん、武藤選手、サンドイッチを食べてる場合じゃないですよ。まあ、あれですか、ちょっと試合前の軽食です。大事、武藤、大事。寝れないんで。あ、今日試合ダメなんだ。じゃあちょっとコブで盛り上げよう。コブで。コブで。ちょっと変な人がこっから。あ、すなったんすよ。え、これマイクよ。重要よ、声拾わないと。陽介と、マリの、マリの YouTube の。マリの YouTube ですか。誘ってんじゃん TV 見てくれてる。見ない、まあ、え YouTube 見ない。見てないよ、ちょっと YouTube マジで見ない。マジで。でも森脇亮太はいつも見てくれてるよね。はーい。俺はいいっすじゃないの。ちょっと マスクあれしてちょっと下げて見して顔。あらら、らハンサム、ハンサム、ハンサム。トップに興梠慎三、森脇亮太はサーブでーす。ベンチでーす。後半のメンバー、キーパー鈴木さん、レッツのレジェンド、なお義新さん、レジェンド。お、トゥーリオさん90分プレーかな。で、右に阿部ちゃん、左に内さん。このメンバーはすごい。ちょっと今からレジェンド、レッツのレジェンドにいろいろ声をかけたいなと思います。ツバちゃん、ちょっと誘ってんじゃん TV いいですか、インタビュー。ツバさん、誘ってんじゃん TV って森明が YouTube 新たに始めたんですけど、そう、知ってます、チャンネル。知らないよね、それは。ちょっと坪さん、これを機にちょっと歯磨き中ですけど、平さんに一言お願いしてもいいですか。背中大きいね。背中が大きい。もう坪ちゃん、今日一緒に盛り上げていきましょうね。お願いします。そう、5分だけプレイするんで、
ちょっと前半のベンチスタートから残り5分で、あとはちょっとマイクパフォーマンスで、もうバラコマンスやな、いろいろ久保さんね、解説で活躍してるから、ちょっといろいろ勉強させてもらわないと。猫かぶってしゃべってる、解説は猫かぶってそれが大事なんですね。勉強になります。お願いします。またトゥーリオさん、すいません、はい、忙しいところ、あ、はい、マスクされてても、はい、トゥーリオさん、すいません、誘ってんじゃん TV なんですけど、はい、トゥーリオさん、今日は平さんに一言だけもらっていいですか。いやー俺釣り来て、もう本当に一番仲良かった友達で待ってたんで、はい、どうにかいい形でね、うん、この引退試合を終わらせてあげたいなと。わあ、素晴らしい。今は俺らの心に永遠に生き続けられると思うからね。かっこいい。応援してる。これからもね。ただ、はい、すごいトゥーリオさん、もうレジェンド。俺はすごいレジェンド。背中のオーラがすごいトゥーリオさんの。もうちょっと緊張してる。ギッサー、もうちょっと着替えるシーンが欲しいですね、ギッサーの。ちょっとこの セクシーシーンが。長年浦和レッズのゴールマウスを守ってきた山岸選手です。もうレッズ時代はギッサーにたくさんお世話になりっぱなしでした、森脇亮太。ギッサー、ちなみに誘ってんじゃん TV 見ていただいてます？みんないなくなった。みんないなくなった。もう周りね、森脇が来たらみんなもういなくなっちゃった。ギッサン、ギッサン一人な。もう岸から聞いた。みなさん、レッツのね、本当のレジェンドを紹介します。すごい、ミンさん、レッツのレジェンド、ミンさん、今日は平さんの引退試合ということで、どんな意気込みですか？いや、俺に意気込みはない。意気込みはない。そう、俺はみんなをこう送り出してるだけだから。なるほどね。みずさん、森脇亮太に久々に会えたじゃないですか。どうです？どうです？なんかもうね、目が嬉しそう。みずさん嬉しくない？嬉しそうな。さっき言ってたよ、森脇に。なんて？みんな、やば、ほんと陰口、あいつ呼ばない方が良かったって。京都でもこんな感じなの？京都でもこんな感じ。あの、僕ミズさんに今日怒られたんですよ。ね、怒ったよ。ね、もうちょっとしっかりしろってね。もう集中するだけ、集中してね。ちょっとミズさん、これからもお願いしますね。いや、いいもん。まっちゃんに渡したんだから。まっちゃんに。バトンタッチ。ダメ。松浦君がよくやってくる。ダメ、バトンタッチは。そう。まっちゃんよくやってくれるんですよ。ミズさんもこれから甘えよ。ミズさん、チュッチュッチュッ。やめ。これですよ。子供でもちょっと。レッツレジェンドのケイタさんとタッチャン、田中達也さん、試合やんなる。ケイタさん、ケイタさんのかっこいい顔見してください。ケイタさんのかっこいい顔を。ケイタさん、ちょっとかっこいいな。ケイタさん、マスクちょっと深めにしないの？ケイタさん、ちゃんと。ケイタさん、顔は隠れてちょっとヒゲだけ見えちゃった。後ろにも男前のタッチャン、タッチャン、ちょっと移動しないでください。ちょっとみんなハゲていくんだよね、あれで。みんな、みんなになる。岡野さん、岡野さん、え、岡野さん、ありがとうございます。もう鳥取ではもう大活躍のサッカー界を盛り上げてる岡野さんです。今日どうですか、意気込みは。岡野さん、今日はね、喋る喋る、いや、素晴らしい。ピッチで喋る。ないじゃん、ピッチでね。あの、森脇もちょっと今日ピッチ外から。岡野さん、行けないんですよ。そう、そうなんですよ。俺、長さんに言っとくから。言っといてください。なんで出さないんだと。試合にね、サンガの試合にも出てないので、もうちょっとね、今日ピッチ外から岡野さんしっかり盛り上げさせてもらうんで、またよろしくお願いします。あ、だから俺にも突っ込んできて、お願いします。いいですか、いろいろお話しさせてもらって。嬉しい、岡野さんでした。ありがとうございます。レジェンドの皆さん、すごい、本当に感動的。